チャットを検索、 Google チャットサインイン Google ワークスペースをクリック。これで Google チャットが開きます。または Gmail を開いて左サイドバーのチャットをクリックすることでも Google チャットが開きます。どちらでも機能は同じです。まずはチャットを新規作成します。この画面のここもここもここも同じ機能です。どこでも好きなところをクリックしてください。特定の個人とチャットを開始する場合はユーザーを1人以上追加してくださいのところに対象となるメールアドレスを入力、チャットを開始をクリック、画面下の入力欄にメッセージを入力、メッセージを送信をクリック、対象となるアカウントで Gmail を開き、チャットをクリックすると比嘉先生からのダイレクトメッセージが届いています。クリックするとチャットリクエストが表示されるので承諾をクリック。これで2人の間でチャットができるようになります。超絶簡単です。